こんにちは。キャンピングカーで日本一周キャンライフしている夫婦、ガタガタ55のガッちゃんとむっちゃんです。こんにちは。今日は、動画、今日の動画は今後の展望についてご報告させていただきます。はい。今ね、世間を騒がせている新型肺炎により、他のバンライフされているご夫婦や、旅人たちも旅の足を止めなくてはならない状況にあります。実際僕たちはある意味こうシェルターと呼べるこのキャンピングカー、ユージャーの中で、活用して生活をしているので、必要最小限のね、人々たちとの接触で、日々行動を抑えていることができているというところではあります。がしかし、皆さんと同じようにこの影響がいつまで続くのかわからない不安を感じております。そうなんだよね。そんなね、混乱の中にこんなのんきに旅の動画なんか出しやがってというご意見もあるかと思いますが、私たちは今まで撮ってきた旅の動画、キャンピングカーに関する動画、編集はね、まだまだなんですけども、そうなんです、追いついてないんですけど、ネタとしてのストックがかなりある状態です。で、実際に1月の旅の様子っていうのがまだ動画化できていません。まだね、追いついてないんです。はい。なのでしばらくの間はいつも通りの動画投稿をしていく予定でいます。ただもしこうネタのストックがなくなってしまった場合、あとこの世間の状況が長引いてしまった場合、その時には過去の動画の旅動画を、再編集したりとか、まだ出せてないところも若干あるので、そういったところを改めてご紹介させていただきたいなというふうに考えています。旅を始めて500日経ちましたが、最初の頃はね、カメラワークとか音声とか恥ずかしい、顔を出さないように映したいとか、いろいろそういうのがあって、いろんなことが意識できずに、ただ必死に撮影をするばかりだったので、何かとお見苦しい動画もあるかとは思いますが、ぜひ今とのね、違いも楽しんでいただけましたら幸いでございます。かといってね、やっぱり SNS、Twitter とかいろいろ目にすると、本来であればね、優しい面白い方なんかが、ピリピリしちゃったりとか、皆さんそれぞれ見えない敵と戦っているからこそ、こういう状況になっちゃってるのかなというふうにも思っています。こんな時だからこそ、少しでも息抜いてホッとできるような動画作成を心がけて配信していきたいと思っております。なのでこんな時なんで、お互いに頑張りましょう。この事態がね、収束したらお会いしたい方、再会したい方たくさんいらっしゃいます。ぜひね、その時には笑顔でお互い元気でお会いできることを楽しみにしております。楽しみにしています。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you.